具合悪くない。今日ずっとすっぴんで出かけてったからマスクして、今帰ってきたばっかなんだけど。リランチュが11人、誰だリランチュになった人。情報技術研、情報技術研さん、ありがとうリランチュと、あとはデイトナーシックスさんもうリランチュになってる、ありがとう。そうか、まあ、要はスピンということですね。ありがとうございます。ぜひ情報技術研さんもデイトナさんもリランチュになってください。よろしくお願いします。みんないっぱいお花くれる。すいません、今ベッドにいるんですけど、洗濯物がちょっとね洗濯物がなんかベッドカバーとか、なんでさチャック開いてんの。なんでチャック開いてんの。なんでチャック開いてんだろう。スピンかわいい。え、ほんとあんなメイクしてもスピンでもわかんないと思う。あ、なんかついてた。なんかね、今日スタバで、なんかめちゃめちゃチョコドリンクが飲みたくて、とてもチョコのドリンクが飲みたくてですね、なんかそのたまたまね、そのスタバがあったので、私はもうスタバ飲まないんだけどさ、スタバがあって、でスタバ買おうかなって思って、あ、そう、チョコ、なんかチョコ系あると思ってたからさ、スタバに行ったらさ、なんかあったの、なんかチョコレートなんたらかんたらみたいなのがさあったんだけどさ、なんか買ったらさあれだったの、コーヒーモカ、モカだからコーヒーかみたいなやつでさ、私あんま、まあ、コーヒー飲めるっちゃ飲めるんだけどさ、あんまり好きじゃないからさコーヒー、と思って多分そのコーヒー、そのチョコレートコーヒー飲んでた時にさ、なんかココアパウダーみたいなのが上に降りかかってたから、それが鼻についてたのかと。苦かった。苦くはなかった、まあ苦かったけど、まあ、なんか苦くはなかった、別になんかコーヒーの味がしたっていう。感じかな。別に苦くはなかった。くそ、やりにくい。ここからだと下あんまりすぎる。洗濯物がね、髪はそうね、伸ばす予定です。であとあんまりさ、まださ声を大にしてさ言えないのだけどさ、
12月3日開けててください。12月3日絶対に開けててください。本当はもうあんまスピンだからさあれなんだけど、12月3日です。ウニはここはおベッドルームなのでウニはいません。ウニは向こうにいる。12月3日開けててください。もう今から言っとく。お、アリス川さん、リランチュありがとう。リランチュが12人になりました。ありがとうございます。日曜日です、日曜日。そう、寝室です。ここはみんな12月3日12月3日開けてない人はマジ本当後悔すると思うから、12月3日まだ何があるかは言えないんですけど、12月3日はマジで開けてて、内容はいつ頃、まあ今月以内には分かるんじゃない。東京です。今月以内に分かると、もう12月3日ちなみにデビューライブとかじゃないです。デビューライブじゃないけどマジで飽きててください。12月3日まだツイートできないけど、ここで言っとく。12月3日飽きてて、リラ個人だけです。ランディ個人です。もう絶対開けて、本当開けてほしい。っていう気持ちです。もうなんかめちゃくちゃ楽しみ、12月3日楽しみすぎて、なんか今日さ、リラン中、リラン中じゃない、ラリルンレっていう私のなんかサブアカみたいなアカウントがねあるんですけど、あー、まあ貯金はしておいてほしい。貯金はしといてください。なんかやらないといけないこといつ作るあるみたいな、そのうちのまあ一つそこに入って、その12月3日のことですね。12月3日のことが紛れてる。え、マジで開けてて、本当に開けててください。もう超楽しい、ほんとワクワク。え、もう何しようかなっていうなんか感じで、あーもう、あー、じゃあ匂わせるとしたら、え、匂わせ欲しいですか。ショールームだっけ。ショールームなら多分誰も見てないから匂わせても、あの、ツイッターとかに匂わせないって約束できるんだったら別に匂わせてもいいかも。一体何があるのか。いや、これを言ったら多分分かる人は分かると思う、何をしようとしてるのか。私が、いや、ファンクラブに入ってないとかダメとかはない、ないです、それはない。
毒物の山だよ。沖縄の方言、沖縄の方言で言うと分かんないな、分かんないけど言っちゃうよ、分かる人は分かる。あ、森田この日のために頑張って集めたと残してたと言っても過言ではない。やつですね。この日のために私はちょっと家が狭くなってた。すいません、洗濯物を畳み出して。そう、ロングランディーです。今当分ロングかな、まあ、そのうち飽きたら髪の毛切ると思いますけど、とりあえず今はロングです。あ、サクサクさん、リラン中ありがとう。リラン中13人になりました、ありがとう。まあだから言っちゃえば、私物プレゼントがあるイベントをします。これだけ言っとくわ。12月3日開けててください。あ、よっちさんもリランチありがとう。14人目のリランチです、ありがとう。リランチ元気、お元気です。違うからね、マジこれさ、みんなにさ、いや、その二十歳のやった時にさ、マジでみんなにあげるものがなさすぎて、なんかその次やる時のために集めとこうと思って捨てないで持ってたんだよ。なんならその捨てる方、私結構そのいらなくなったものとかすぐ捨てるタイプの人間なんですよ。すぐ捨てるんですけど、私いらなくなったものはけど捨てずに持ってただけ褒めてほしい、本当に。いやね、今日ねちょっとそのお家の家のね掃除をしてたんだけどね、そう服がありすぎて大変。大変ですよ。え、ゴミじゃないよえ、ゴミじゃないってことは言いたい。マジでゴミじゃない、ゴミじゃなくて普通に全然まだまだ着れるやつだったりとかするんですけど、そのもう決めたのよ、服を買うたびになんか一着服買ったら一着は捨てようって、その自分の中でね決めたわけですよ。決めたわけで。え、掘り出しもあるよ。でも今回は服多いです、服多い。しかもちゃんとみんなが着れるような服
多いです。ランリーのグループさんは東京がメインで活動してるの？そうです、東京がまあメインになると思います。で、服ほぼ服かもしれない今回は。ワンピースってよりかはまあ T シャツとかパーカーとか、あ、全然サイズ合う。もう私がオーバーサイズのものしか大体着ないから。服はもったいなくて保存用になるよね。え、保存しないでさ、あの着てほしいなっていうのがもう私としての願いですね。服多めかもしれないです。だから12月3日は絶対開けててください。よろしくお願いします。そのフリーマーケットもしたい。なんかいらない服が多すぎて、もうそれはもう女の子限定になっちゃうんですけど、それはいらない服がマジで多すぎて、なんか捨てるのももったいないし、あ、まだ全然着れるから。着るのももったいないし、なんか全然着れるから、女の子向けにフリーマーケット会場でやりたいなっていうのはありますよね。なんかさ、何が着た服で何が着てない服か分かってないんだよね、いる。いやでもちゃんとその私物プレゼント用の服たちはまたもう一回洗濯して、リラの洗剤と柔軟剤の匂いをつけとこうかなって思ってます。うん、これ
これ多分一回着たやつだな。多分。ほい。洗濯行きでーす。出さない。洗濯してリランチの。匂いにしときます。こんばんは。だから12月3日開けててください。しくよろです。ダウニーじゃない。私が使ってるのはめちゃくちゃ甘いやつです。あ、なんか2つ使ってんだよね。もう時間は何時から決まってないけど、夕方ぐらいからかな。夕方くらいからやる予定です。で、全然お手紙だけでも嬉しいです。何でも。何でも嬉しい。何でも嬉しいです。いつもこうやって着替えてる。だいたいかわいい。ありがとう。血色ない。もうトイレに行くのもくそいなっていう気持ち。よいしょ。さすがにズボンは着替えられないから。よいしょ。うわ、一人だったらしないよ。やる予定はないですね。でもピチピチない。あ、なんかさ、ちょっとさ、太ってちょっとお太りの方だからだとピチピチになるかもしれないけど、なんか基本的には多分みんな着れる。スペシャルゲストはまだ分かんないです。まだ分かんないけど、まあ、もしかしたら、もしかするとわからない、わからないとしか言えません今は。けどまあね、でももっとなんか提供したい。感じかな。
まあ、12月3日結構遠いようでそう遠くない。近い未来です。開けててね。ゲストに関してはまだ何も決めてない、決めてないというか何もまだ決まってないです。良いニュースだった。うん、でも思ったんだけど、あんま友達さ、いないなーって。本当は少数、少数人数しかいない。まあでも楽しみ。まああんまペラペラ喋ったら怒られそうだけど、まあ見てなさ、見てないからいっか。なんか今回はそのずっとずっとずっといつかその頼んでみたかったなって思ってた方に衣装を作ってもらえるかもしれなくて、まだ分からないけど、それがすっごいすっごい楽しみで、すっごくすっごく嬉しいっていう。いや、メインタイトルの衣装じゃなくて、この日のためだけに着る衣装です。だからめちゃくちゃ楽しみっていう。まあ、だから楽しみにしていてください。そうなの、本当に嬉しいの、本当に嬉しくて、だからもうこの日だけは来てほしいっていう気持ちです。
あと、そう、昨日ショールームしようと思ってたけどめっちゃ眠くて、昨日もう電車でずっと寝ながらうと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 してて、もう帰ってきてからベッドにダイブしてしまったから昨日ねできなかったんですけど、昨日はね、あのメインタイトルの方でオンラインチェキ会がありまして、チェキ購入してくれた皆さんありがとうございました。たくさんのね方が購入していただいてすごく嬉しかったです。多分 2週間前後くらいで届くと思うので待っていてくれたら嬉しいです。その週、あの特典のやつ5枚10枚30枚で特典がつくんですけど、その特典のつく方のだから5枚だったらあのなんかランダムショットチェキが特典でつくんですけど、そのランダムショットチェキも私がこれがいいって言って選んだものが届くので、まあ、絶対私はいます、中に中にいるので楽しみにしててください。こんばんは。と、あと今年の目標はあと、まあ、1ヶ月2ヶ月半ぐらいか2ヶ月半ぐらいありますけど、今年の目標はツイッターのフォロワーを2万人年内中に行きたいなっていう気持ちなのでツイート頑張ってます。ぜひリツイートといいねして拡散してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。いやなんかさ、ほんとめっちゃ語り出していいですか今から語りモード、突入しても大丈夫かな。いい語らんりしても良いか、首痛いから前殺す。いや、じゃあ今から語り出しますね
いやなんかさ、みんなも くつろいで。いやなんかさ、その改めてさ、もう一回、まあ、昨日の TikTok ライブ行くみんコメしてたぞ。そうなんだ、全然うちの携帯でやってたから全然気づかなかった。本物？なんかそう、2年ぶりに またアイドルをやるってなってさ、その1個前でやってた時はね、まあなんかお子ちゃまだったっていうのもありまして、なんかさ、まあ何も考えてやってなかったわけではなかったけど、まあなんかその、あ、この音がね、ありがとう。そう、このロンティーお気に入りだけど、もうゆるゆるなんだよね。そうなんだけど、やっぱりさ、755でもちょっとボソッとつぶやいたんですけど、なんかやっぱりその、まあなんだろう、今センターみたいなポジションに私立たせて、いただいてるわけなんですけど、やっぱりそのな、まあなんかまあ期待されてるのかな、多分なんだろう、やっぱ一つその先に言っとくと、なんか別にプレッシャーに感じてるとかそういうのは一切なくて、まあメンタルも別に弱くない、どちらかといえば強いので、なんかそう落ち込むこととかっていうのはね全然ないんですけど、なんかこうやっぱりさ、8にいた時ってさ、あんまさ、その自分のさ数字とかがさ分かんなかったのよ。なんかじゃあ例えばグッズがこれくらい売れてて、お話し会がこれくらい売れててみたいなのがさ分かんなかったからさ、多分なんかそこまで自分もさ、なんかのんびりのんびりとやってたと思うんですけど、その当時の私は。でも今結構そのなんだろう、自分の数字はもちろん、なんか全体のが出てきたりとか、こうさ見えてくる、ことがさやっぱ多くなってさ、なんだろう、そうなんか見えるものが増えて、なんだろう、より頑張らなきゃいけないなっていうのすごい思うし、なんかこれからもあのみんなにねお願いばっかりすることが多分増えていくかな
って思うんですけど、そのお願いするだけじゃね、やっぱりダメだと思うから、私自身も成長しなきゃいけないなっていうのはめちゃくちゃ思うし、そう、なんかね、私は釣れるタイプでも、なんか釣りって釣りじゃないよなんか釣り師とかでもないですし、できないですし、なんかこう逆にその照れくさかったりとかして、なんかちょっと塩気のある対応とかをしちゃう時もあるかもしれないんですけど、でもみんなのことはすごくすごく、まあ大好きという気持ちは変わらないので、まあ、変わらず見てくれてたら嬉しいなって思います。とりあえず、はい、何が言いたいかというと、これからもよろしくお願いしますということですねだからそのいいねとかリツイートとかも結構あの写真とかだけでいいので、してほしいなって思うし、やっぱり結構今みんなツイッターとかそのフォロワー増えるようにとか言ってみんなやってる、頑張ってるので、私もやんなきゃとか言って頑張ってるんですけど、メインタイトルのキャラクターをどういう感じにするの、私はもうキャラとかも作れないので、もうこういう感じで、行くつもりです。ネイルは結構前に変えたよ。まあさ、結構アイドルといえばさ、可愛い感じだったりとか、結構釣り師が多いイメージなんですけど、私はやっぱりそのパフォーマンスがいいねって褒められることが多いから、そのパフォーマンスでなんか人を引き込めるような人間になりたいなっていうのはすごく思うので、なんだろう、そこで勝負していきたいなって思いました。そうね、個性強い子がやっぱ多いので、まあ逆に私は結構まとめるというか、まあなんかまとめる、まとめることの方が多いですね、最近は。まあなので結構クールだと思われがちなんですけど、全然クールじゃないので本当に。そう、めっちゃ塩っぽいって言われるんだよね。でも別に塩なつもりはないんですけどね。なんか逆になんかぶりっこする方が恥ずかしいんだよね。メインタイトルポーズやってみる。なんか鍵括弧なんですよね、メインタイトルのポーズって。メインタイトル、
私が一番年上じゃないです。前も言ったけどみんなが年齢公表してるか分かんないので伏せとくけど私が一番上ではないです。なんか変わるのがさみんな的にもさ一番変わったなって思われるのはさちょっとあんまり好きくないから、なんか変わらずにこのまんまでこのまんまのランリーでいきます。もともとまあなんかね辞めてから1年くらい経って地下アイドルにハマって、そっからなんかライブとか行くようになって、またなんだろう、やっぱステージに立ってるリラちゃんが好きみたいな声がやっぱり多かったので、ステージにもう一回立ちたいなって思ったりとか、なんかまあまあやめるの早かったかなって思ったりとか、そう歌って踊るのが好きです。まあそういうのがあって、でまあちょうど1年前ぐらいからまあずっと事務所をその探してたりとかして、まあオーディションに落ちたりとかして、でっていう感じですね。なんかねでもその時はね本当辞めた時はマジ悔いなかったの、もうなかったんだけどね、悔いなかったんだけど、なんかよくよく考えてみたらなんか叶えててやっぱり叶えたいなって思ったこと、その、まあ、エイトいて叶えられたことはいっぱいあったけど、でも叶えてないことも多いなってなんか改めて思って、でもまあ別にその8を卒業したことに対しての悔いは本当にない。8の中での自分はやりきったなっていうのは思ってたので、そこに関しては何もないです、後悔というのは。むしろあのタイミングで卒業できてよかったなっていうのを思うし、その仲いいメンバーみんなに見送られて卒業できたのはすごいよかったなっていうのは思うし、でもやっぱりまだステージに立ちたいなっていう思いはやっぱまた辞めてからまあ1年ぐらい経って気づいてきてっていう感じですかね。でもやりたいこと本当に
いっぱいあるし、これからがすごく楽しみですね。楽しみ。なんだろう、自分のソロ曲も作ってみたいなって思うし、それこそ一人でソロコンサートとかもしてみたいなって思うし、まあ、前も言ったんですけど、自分に自信がちゃんとできたら写真集も出したいなって思ったし、なんかまだまだ叶えたいことって自分の中でいっぱいあったなって思う。思いました。っていう感じかな。だからもうね、できてたら1年前に始められてたらよかったなって思うけど、まあその妥協してさ、グループも入りたくなかったからさ、ちゃんとここで頑張りたいって思うところでやりたいっていうのはそこあったんで、ちょっと時間はかかっちゃいましたけどっていう感じです。今日はね、できなかったね。メルキュールさん、リランチュ15人ありがとうございます。ありがとう、リランチュースノトンもびっくりした。スノトンのやつは今日ツイッターに流れてきて知りました。びっくりした。びっくりです。ヒロイン店生きた？生きたかな。あ、よかった。また独り言喋ってた。
なんかこれからアイドルやる子も増えるのかなって思うっていう話をしてました。12時になったね。増える、あ、これが気になるね。増えるのではないかなって辛いこと、あるかな辛いこと。いや何かしらではあると思うんだけどさ、辛いことなんかない気がする私はあるかな。でもちょっともうそろそろ座ろう。ちゃんとまかないはもう行ってないですね。よいしょ、やめました。やめた。貯金がどんどん減っていきます。私の貯金がどんどんみるみる減っていきます。大変です。バイトしてない。もうそうですね、芸能のお仕事だけで。これからは生活していきまーす。だから頑張らないといけないんだよね。リラさん、舞台はやるよ。舞台はやります。多分今月やります。あと1回だけ。10月中にはないね。11月かな。え、さ、ほんとなんかもうさ、節約しなくちゃいけなくてさ、割とさ、今まではさ、なんか結構節約
ていう概念がどっかに消えてしまっていたんですけれど、最近は律儀に節約してます。これ服も買いに行ってないし、今月節約の巻です。はい、コリンソールとは別です。金髪ダメだったら ウィッグします。こんばんは。わかんない。多分あります。多分。節約言うてますけど、今日久しぶりにネギシを食べに行きました。1ヶ月ぶりぐらいのネギシしてきた。まあ1ヶ月ぶりだからいっかと思って、1ヶ月ネギシかましました。牛タン大好き。なんかさ、一番好きなの牛タンに変わったかも。ネギシの牛タン、そろそろ終わろっかな。12時超えてたし。動いてる？あれ、動いてる？あ、見えてる、よかった。
読みます。11位がエイトさん、アットマーク永遠にリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がみーちゃんさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。そして9位がアリス川さん、ありがとうございます。8位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がカノンさん、ありがとうございます。そして5位がおいちゃん、ありがとうございます。そして4位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がヨシさんです、ありがとうございます。ということでね、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。そしてチェキを購入してくれた皆さんもありがとうございます。まだ書いてない方もいらっしゃるので、これがやらないといけないことの5つのうちに入ってます。チェキを書く失礼。まあまだ眠くないので、何やらかんやらやっていきたいと思います。ということで今日も見てくれてありがとうございました。10月28日はトークショー無料であるので来てください、よろしくお願いします。そして12月3日も絶対開けててください、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、さよならに、バイバーイ。バイバイ。